とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もマルチプレイ応援週間となってまして、合言葉が一つ公開されてます。早速ね、入力していきたいと思うよ。入力方法がこちら、連動のお届け物、そして合言葉入力、こっからだね。それでは入力しましょう。はい、ノアメミグシとガナスです。並び替えると多分何かの言葉になるんだろうけども、ちょっとすぐには分かんないな。もう一回読むね。ノアメミグシとガナスです。これが二日目の合言葉となってます。もう一個ね、初日の合言葉もあるけども、昨日の動画で出してるので、チェックしてみてください。では、OK を押してみます。お届け物を探しています。プラチナ金矢くん人形を手に入れた。はい。プラチナ金矢くんだね。売ればかなりのお金になるので、まあ、始めたての人とかにはものすごく嬉しいアイテムになってます。まあ俺も今タイムアタックやってますんで、このねアイテムがあるとだいぶねいい感じに進むことができると思うよ。で俺が今ね超いいねが83個持ってます。なんだろうね、超いいねってもうちょっとポンポンもらえると思ったのよ。一回クリアすると2、30個ぐらい超いいねもらえると思ったけども、全然だね。普通のミッションクリアして2、3個、いや1個の時とかもあるな。で人狼をやって勝った時には10個ぐらいもらえるけどね。でもこれなかなか入手するの難しいよ。難しい、ほんと。この超いいねショップのファッションとか300個だから、300個これ全部集めるの相当難しくない？相当時間かかると思うんだけども、まあまあそれぐらいね、うん、かっこいいアイテムなんで、ゲットしなきゃな。まあその前に俺はこれだね、秘伝レベリング虎の巻6巻200個で入手できるやつ、これが850から900までレベルが上がるやつだと思うんで、ちょっとこれ頑張らないといけないね。あ、違うか？レベリングはもうちょっと上のやつになるのかな？パワーサイトで見てみましょう。あ、やっぱ900だね。うん、900まで。とりあえず今が、789レベルなので、850になる頃には、まあ、200個は溜まってるので、交換ができるでしょう。頑張っていきます。はい。で、この合言葉だけども、1日1回、発表されます。今週の日曜日まで発表され続けるので、はい、毎回チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや！